森田隆は、日本の政治家、医師。参議院議員、総務大臣政務官などを歴任。兄はプログラマーで、ゲームクリエイターの森田和夫。富山県富山市生まれ。富山大学教育学部附属中学校、富山県立富山高等学校、筑波大学医学専門学群卒業。1992年に、筑波大学附属病院泌尿器科、ジュニアレジデント。 1997年に、筑波大学附属病院泌尿器科、チーフレジデント終了。その後東京定身病院泌尿器科医院、住友生命保健医務査定室医長、同保健維持研究室医長、進む新カイベリタス病院泌尿器科委長兼、健康管理課長を務める。2011年9月、総務大臣政務官就任記者会見にて、朱浜良、 福田明夫と2007年7月、第21回参議院議員通常選挙に、富山県選挙区から無所属で出馬。同い年で現職の野上幸太郎を破り、初当選を果たした。同年8月31日、参議院の院内会派である、民主党、新緑風会に入会。2008年12月、国民新党に入党。2010年2月、 国民新党政務調査会長に就任。同年9月、関大一次改造内閣で、総務大臣政務官に任命され、党政庁会長を退任。関大二次改造内閣、野田内閣、野田第一次改造内閣においても再任された。2013年1月16日に、国民新党を離党。同年2月14日に、記者会見し、 第23回参議院議員通常選挙に、富山県選挙区から出馬せず、政界を引退して本業である医師に復帰するとともに、参議院選挙では自民党より出馬予定の東湖茂を応援する意向を示した。同うゆえは、森田と同じく、渡ぬ気門下にあたる。2011年11月1日、民間放送60周年記念全国大会にて、 内閣官房副長官長浜博之日本放送協会会長松本正幸とありがとうございます。